あまりの面白さに世界中で話題沸騰、サイバーパンクエッジランナーズということでね。いや、今回はネットフリックスで配信が開始されたサイバーパンクエッジランナーズについて話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。いやー、サイバーパンクエッジランナーズ、もうめちゃくちゃに面白かったです。これははっきりと傑作と言ってもいいぐらい、ここ最近のアニメの中でもズバ抜けて面白かったです。まあ、そんなサイバーパンクエッジランナーズってどんな作品かって言いますと、2020年に発売された身体改造が 一般化した未来を舞台とするオープンワールド型のアクションロールプレイングゲームサイバーパンク2077を原作とするスピンオフ作品となってきております。本作を手掛けるのは、グレンラガンやキルラキルの今石監督でございまして、アニメーション制作はトリガーとなっております。今このアニメ世界中でとてつもなく高い評価を受けておりまして、まあ、その影響もあってね。原作のサイバーパンク2077のアクティブ数が通常時のね。8倍から9倍ぐらいに増えておりましてね。まあ、デイリーのプレイ人数が100万人を超えているというね。とてつも 今ね話題沸騰中の作品でございます、まあ、普段はネットフリ独占アニメの単独の感想動画などを上げていないんですけれども、これあまりにも面白すぎたので、さすがにこれ紹介しないとなと思いまして、今動画撮っております。そして、先ほど言ったように本作はゲームが原作の作品で、まあ、ストーリー的にはそのゲームサイバーパンク2077のゲーム本編の前日段ってなっているんですけれども、別にサイバーパンク2077ゲームを全く知らなくてもめちゃくちゃに楽しめる作品でございます。まずどんなストーリーかって言います。 と大大企業がががが支配しし貧富のの差が激しくギャングたちが好き放題に暴れて治安も悪いい巨大都市ナイトシティが舞台の作品でございます、まあ、そんなナイトシティにあるアカデミーに通っている主人公のデイビッドは母親のグロリアと二人暮らしで家賃も滞納するほどに貧しい生活を送っておりました。まあ、そしてある日突然、ギャングの構想に巻き込まれ母親が亡くなり、デイビッドには多額の借金と母親の遺品だけが残りました。デイビッドの人生はどん底。しかし、彼の人生を変えたのは母親の遺品の中から見つかった軍用の 人体改造パーツサイバーウェアでそんな母親の残したサイバーウェアサンデビスターをインストールした。デイビッドはサイバーパンクエッジランナーとして死と隣り合わせの日々に身を投じていくことになるっていう感じの作品でございます。で、この作品はもうめちゃくちゃ面白かったんですけれども、万人受けはしません。めちゃくちゃ尖ってる作品でございまして、地上波の放送がない。配信限定の作品で、なおかつ年齢制限が設けられているために、エログロ描写に一切の躊躇がないんですよね。まあ、戦闘描写はかなりド派手に血が飛び散ったりして、体中が吹。 なんていうことは当たりり前にありま、ししてて性的ななな表現ももも結構と直球ににやっっききます、まあ、ですすでででの描写が苦手な方にはちょっときついかもしれないかれれんけども、まあ、そこら辺を変に規制していないがために、その、当たり前にそこにある、この資本主義社会の圧倒的な貧富の差と、この、そこにある命の価値、そういうのを、ためらえなく、その、大胆に描いていることによって、この世界で生きることの意味っていうのをより強く感じられるんですよね。まあ、そして、主人公の崖っぷちな人生を第1話から超濃厚に描いておりまして、これを見たらね、この第1話時点で一気に感 感情移入してしまってそっから主人公が光と闇の境界線を乗り越えてアウトローの世界に目を投じていくっていうこの一連の流れから始まるこの刹那的な人生の疾走感が半端なくいいんですよねもう一度見始めたら止まらなくなってしまうと思いますちなみに全10話なんですけれども10話めちゃくちゃ濃厚に駆け抜けていきます、まあ、そしてこの大敗したディストピア感あふれる世界観とこの瞬間瞬間を駆け抜けていく登場人物たちのこの刹那的な生き様それらがこのトリガーのこのパワフルでスピード感あふれる作風と見事にマッチしているんです まあそんな感じのかなり熱くてイカれたアニメなんですけれども、なんとも切ない恋物語っていうのが印象深く残るんですよね。まあ、ヒロインのルーシーっていう、なんか不思議な女の子がいるんですけれども、まあ、この子との出会いからすべては始まるっていうボーイミーツガールな作品でございまして、そんなことを出会い、信頼できる仲間たちを得て、すべてを失った少年っていうのは、エッジランナーとして成長していき、この世界に名を残すことができるのかっていうね。いや、これね、結構熱くなっちゃったんですけれども、超面白かったですという感じで、今回はサイバーパンク。 エッジランナーズという作品について話していきました。いやー、これ本当にめちゃくちゃ良かったですね。ネットフリ加入したことないよっていう方は、これを機にね、ネットフリに入ってもいいんじゃないかっていうぐらいね、ちょっと一度は見てもらいたいなと思ったぐらい、ちょっと鮮烈な印象を残していった作品でございました。えー、皆さんの前ぜひともコメント欄にお願いします。それじゃあまた。